ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日は力道山、鶴田浩二主演作で映画デビューについて触れてまいります。プロレス界で頂点に君臨する力道山、今度は銀幕の世界に殴り込みです。力道山の映画デビューの作品は映画界のトップスター鶴田浩二の主演作バラと拳銃です。力道山は非常に難しい役どころをそつなくこなしました。プロレスで培ったさまざまな経験が映画でも役立ったようです。映画界のトップスター鶴田浩二を相手にしても実に堂々とした演技を披露しました。当然のことながら映画は大ヒット、早くも次回作が期待されます。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は力道山、鶴田浩二主演作で映画デビューについて触れてまいりました。